こんにちは、っか宇宙世界マトの2205の,の後編スター社が公開されたと同時になんとね次回作3199もこれから制作開始に入るよという予告がありましたねで情報っていうのはその3199というストーリーがこれから作られるよっていうことだけで他は何も知らされてないんでね多くのヤマトファンがああでもないこうでもないと予測してるところなんですけども これね、あの通常のアニメのリメイクって本当にリメイクするだけなんですけどもここまでねストーリーリを組み替えられるととね、非常に面白いなと思いな思ます。特にずっとねリメイクシリーズをヤマト見ていて思うのはあのガミラスと地球がもう同盟軍になっちゃってるんですよねであのガルマンウルフっているじゃないですか次元線航艇のあのガルマンウルフも早々に出てきて もうヤマトのことも知ってるしデスラー総統もまあ古代とは特にそうなるとですね旧作であった宇宙戦艦ヤマト3、えー、第2の惑星探し編ですよねシャルバート星あそこで出ていたようにあのガルマン・ウルフがヤマトを追い込んででガイデル提督の東部司令要塞にヤマトが捕獲されてで意気揚々とガイデル提督がね あの「デスラ相ソーとついにあのニック機惑星の戦艦を捉えました」っすてからね意気を要と発表した時に「んガイデル君もう一回その船の名前を言ってみたまえ」とか言ってからね <laughs> グラスを叩きつけて割って「誰が地球を攻めろって言った」ですからね急に怒り出すみたいなそういうことは起きないのかなと思うんですよ。だから今のリメイクシリーズを見てるとあのガイデルとデスラのやり取りっていうのはまあないことが予想されますし。 次元戦工程のガルマンウーフルが地球を、あの、ヤマトを攻めることもね、考えられないと思うんですよね。だから今回のリメイクをするにあたって、えー、3199にするにあたってね、通常のヤマトよとはにではないんだろうなと。おそらくヤマトのパート3も、これも伏線を回収しつつ、矛盾点を解消しつつ進んでいくんではないかなと思うところで、3199ってのは基本的に宇宙戦艦ヤマト、 ヤマトヨトワニのリメイクでではあるんですけどももうドモンも出てきてますしねアゲハも出てきてるわけですからこれ完全にシャルバート編こちらを意識した作りになると思うんですよ。ということは最終的にパート3ではシャルバート編ではボラー連邦っていうのが一つの主なね敵になると思いますけどもその前にーヤマトよトワニ」でね あの前作では旧作ではデスラ出てこなかったんですけどもデスラがしっかりと出てきてヤマト・エトワニを展開する上でもしかしたらねヤマト・エトワニであのーまあ、デスラに何らかのねあのストーリーがサイドストーリーが書き加えられて、うんまあ、ガルマン・ガミラスっていうところが分裂するんじゃないかなと。 あアリューとされていた弱小とされていたはじかれた歴史に残せない名前を残せないガルマン・ガメラスの一派が時を経てですね千年ぐらい経って強大な力を手にしてそれが清掃とスカルダートという名を取ってですねもしかしたら、えっと、2205以降の大和の以降のヤマトの いわゆる時代の本流、私たちの時間軸に何らかの影響を与えて、千年後のお宇宙にね、いざなうのかなと思うわけですよ。で、ここでね、私ちょっと整理しておきたいなという発想がありまして、それはね、タイムスリップに関してなんですよ。タイムスリップに関してなんですけども、おそらく3199の時代の3199年西暦のお時代から来たね、いわゆる デザリアムっていうのが時間移動して2205以降のこの大和の時間軸正常な時間軸に、うん、まあ来るんではないかなと思うんですよ何らかの形で。で、えー、そのなんていうんですかねデザリアムの時代から見ると過去の宇宙の歴史を変えることによって。 399年をより自分たちのタイムラインに適したものにしようと企てるんじゃないかなというところがありますけどもだったら地球とガミラスがまだ戦ってる時代に、まあ、タイムアウトしてですねそこに付け込んだ方がいいんじゃないかなって説も出るんですけども私が勘違いしてたのはね改めたのはねタイムスリップってのはどの時間にでもいけるわけではないということだと思うんですよ。ねあの ワープっていう概念がありますよねワープっていう概念も途中に障害物がなければ、まあ、その間をワープできるっていう考えがあったりね質量とか重力の問題でワープインとかワープアウトに適さない空間があるとかっていうふうにワープっていうものですらどんな場所からでもできるわけではなくてどんな場所へもできるわけではないっていう制限があると思うんですよね。それと同じように タイムスリップってのも例えば1999年にはタイムスリップできないけども2005年から2007年まではできますよみたいな時間の縛りっていうのはあるんじゃないかなと思うんですよ、うん。つまりは未来にせよ過去にせよ時間を移動するにも全ての時間軸に行けるわけではないと。可能な時間軸もしくはうん、えー 可能である確率の高い時間軸へのワープアウトタイムアウトかタイムスリップアウトならできるっていうことなんではないかなと思うんですよ。ここをね私たちがずっと勘違いしていたあのタイムスリップってのはどの時間にも行けるって思ってたんですけどもそうではないと、うん。テクノロジーの問題もあるんだけどもいいけななな時間軸もあるんんじゃないかなと思うんですよねこの新しい考え方をもとに3199年のデザリアムという科学の進んだ 文明から、デザリアムという文明から過去を見たときに2206年あたりにはタイムアウトできるけども2199年の付近にはタイムアウトできないっていうことが3199年のテクノロジーで分かったので仕方がなく近似値である2205年以降の世代へタイムアウトしたのではないかなと思うんですよね。 分からないことの中から仮説に仮説を積み上げたの話なんで、これは私の勝手な妄想でね、外れて別に恥をかくものでもないんで、いろいろとね、妄想を膨らましたいなと思うんですけども、こんな気持ちでね、多分制作スタッフも3199を作っていったんじゃないかなと思うんですよ。そして練りに練った原稿だからこそ、これは視聴者さんにもいろんな説をね、打ち立ってもらいたいなと思って、こういうふうな見せ方してるんじゃないかなと思うんですよ。 そして私たちファンがいろんな,みんな仮説を立てるがごとく制作陣もいろんな仮説の中で選び抜いた一作を作品にしていくんではないかなと思いますし今回制作開始とということだったでしょだからファンの方がいろいろ予想するのもリサーチしてそのリサーチ予想こういったものも作品の中に組み込んでより納得感のあるより意外性のあるものに仕上げていこうとしてるんではないかなと思うんですよね。 今頃ベムラーゼ首相はどうしてるんですかねボローズ提督とかねラジェンドラゴドのラム艦長とかやっぱりこのなんですかね新たなる旅立ち編の裏でもこういった各提督たちっていうのはボラ連邦と共に息づいてるはずなんでねそちらのストーリーもこのヤマトよトワニとされてる3一9 9で語られるといいなと思いますしあとねあの宇宙戦艦のヤマトの 復活かつてあるじゃないですか。あの森ゆきが遭難していなくなってしまうたった一作しかない。あのう、黒歴史と言われている宇宙戦艦ヤマトですけどね。あのヤマトがきっと。今回のリメイク版の。中に埋め込まれるんではないかなと思うんですよ。う,ん、うまくね。こう。何。辻褄が合うように。放り込まれるんじゃないかなと思うんですよ。というのが。あの劇場版の宇宙戦艦ヤマト。 さらば愛の戦士たたちがありましたよねこの愛の戦士たちも実は全員死んで終わりみたいなね全員死んでっていうかヤマトがあのズオーダ大帝に特攻して古代もユキも死んで終わりみたいなところだったんですよねだこれで本当に終わっちゃうんでということでテレビ版ではあの最後にテレサが身代わりになってヤマトは救われるみたいな形で続編が作れるように作り直してもらったんですけどもリメイク版の宇宙戦艦アメト 2202ではこれを融合してねヤマトは特攻して古代もユキも死んでしまったんだけどもあの時間断層と引き換えにヤマトが帰ってくるみたいなことにして全部辻様合わせちゃったんですよね強引にまあそういうふうにして今でもヤマトは続いてるわけなんですけども同じようにね宇宙戦艦ヤマト復活編があの,あのまま尻切れで終わってしまいましたけどもあれを今回のリメイク版にも放り込んで プラスですね、松本零士さんの「大大和」これも入れてくるんじゃないかなと思うんですよ3199にはそうなってくると1,000年後の地球で32代目古代進むを中心としたね大大和が活躍するストーリーがありますけどもあれもなんとなくねなんかねじ込んでいけるんじゃないかなとプラスあのシドミードが作った宇宙戦艦とかありますよね あれも結局ビデオシリーズでずっと出てましたけどもパート3の戦闘開始ぐらいで続き作られなくなっちゃったと思うんですよ「モノポールエネルギー」とかっていうやつねあれも本編にこのリメイク版に入れてくるんじゃないかなと要するにこうあっちこっちに散らばった途中知りきれの宇宙船がのと全部ね放り込んで「3日99」っていうのを作ってくるために練りに練ってくるんじゃないかなと思うんですよ いや、これはすごいですね楽しみですねさぁ、ヤマトヨトワニリメイク版では、山マヌミ艦長は、う,う青い地球が見える、古代、一足先に、待っているぞってなるんですかね。あのひょうきんな山マヌミ艦長が、前作の、宇宙戦艦滅では、ヤマトヨトワニ急に山マヌミ艦長が出てきましたよね。で、山マヌミ艦長の、風貌ってのは、沖田艦長と、ひじかたさんは、足して2で終わったようなね。 本当によくある付け出し館長みたたいな感じだったんですけどもでも今回のリメイク版では最初っから山の海館長が古代沖田館長とかねそれから土方さんと仲良しで出てきてすごくひょうきんなね、えー、役割だったですよね山の海館長この山の海館長は多分死なないんじゃないかなって気がしますね山というとおりでこういうキャラクターって死ににくいんじゃないかなと思うんですよああいうなんか三枚目役的なのねで真面目で重厚の人が ああ、次の館長は君だとか言うから、なんかこう、すごい盛り上がるんですけども。なんか。今回のね。三一九九、大和でとわに、リメイク版では。山並館長は。なんと、重傷は多くても、助かるみたいな。立ち回りなんじゃないかなと思いますけど、いかがですかね。まあ、いろいろとお話ししましたけども。で、全然わからないっていうのが。私の。感想でございます。<laughs> さあ、じゃあ。あ三一九九。これね。二千。 200人来年でしょうねきっとね公開は、うん、すごいっすね、うん、とにかくとにかくすごい、ね、あと宇宙戦艦ヤマトこのスターシャー編が終わって3199が始まるまでにまあテレビ版のねあのー、全26話ぐらいの新たな旅立ちもあるんでしょうしそれから宇宙戦艦ヤマトがネタ好きになったらまあ「ジジョの奇妙な冒険」第6話「ストーンーシャン」こちらの方の進行も見とこうかなと思います まだ私見てないんですよ、ストーンモーシャンちょっとストーンウーシャンもね最後宇宙が一巡するとかね濃いプッチ神父みたいなところねあと丈太郎がはかなくも死んでしまうところ時が加速するところ映像ではどのような表現なのか非常に楽しみですそれではまたお会いしましょういってらっしゃい